生の3歳、マイクラマルチバトオール。イエーイ、どんどんどーん。というわけで、呼ばれちゃいました。呼ばれちゃったのか？帰れ。どうして？まあまあまあ、簡単に参加者とコラボ内容について説明していこうか。オッケー。参加者は僕も合わせて6人。ふたばさん、グニスケさん、クラウンさん、チョビさん、三沢船長、というね、豪華メンバーだね。豪華メンバーだね。それで、このメンバーで何をバトルするのよ？バトルの内容としては、1種目目が迷路からの脱出。そんでもって、2種目目が建築バトル。っていう感じになってるね。なるほどなるほど。それで今は始まるまでの待機時間と、そういうこと。やりたい放題してんなー。僕が一番いい子だったからね。いい子すぎてど。ということで、間もなく、迷宮からの脱出が始まります。いよいよ始まるのね。スタートだー。ここで肝心なのはただ一つ。正解ルートを見つけた人をいち早く見つけ出し、ついていくこと。おいクズ野郎、殴られてるじゃん。妨害だ妨害だー。マイナスポイントだぞ。とりあえず、こっちに進んでみようか。お、迷路なんてやめて、勉強でもしなさい。バカなアベルに対しての助言だね。わーい、喜んでいいんだよね。喜んじゃうね。こっちにも看板か。ゴール？ゴールさんなんですか？ゴールとは書いてるけど、見えない壁がある。見せ物だねー。苦笑？ 1 位になれるとおぼったのに。まあ、こんなあからさまなゴールにするわけないよな。ほら、別のルート探して。はひ？お？なんだこの空間。怖いから他行こう。なんでだよ、すっごい今のところ怪しかったでしょ。チキンかよー。当てね、当てね。なに？常識にとらわれちゃー、ゴールできないぜ。うっざー。あえー、もういいもん、こっち行くもん。見た感じ何かありそうな予感はするけど、何かあるわね。なんだこれ。もしやこれは、一度落ちてしまったら戻ってこれない落とし穴？いや、水があるから戻ってこれるでしょ。そっかー、戻ってこれるのかー。じゃあ、何この空間。そうだねー。黒曜石に挟まれた、ユートピアってところかな？ほへぇ？アテネがそう言うんなら、そうなんだろうね。なんだおめぇ？私の信者か？帰れ。ひどい。ここら辺には来たい？なんじゃ、僕が何したっていうのを。視界に入るだけで、目障りなんだろうな。かわいそう。やめちゃ、そんな目で僕を見ないで。他のところ探索するとしようか。そだねー。何かヒントはない？ヒントだ。常識にとらわれたら、この迷路はクリアできんよ。これ、さっきアベルが言ってたことじゃん。つまり、気違いになれってこと？なんでだよ。いやでも、根本的には間違ってないのかな？え？よしアベル、気違いになれ。ぐえっへっへっへ、おんにゃの子はーはー。気持ち悪いのは NG で。う？でもでも、まだ誰もゴールにたどり着けてないんだよねー。ってことは、かなりの迷宮ってことだね。ヒントとしては、常識にとらわれちゃいけないだから、普通に進むだけじゃゴールはできない、とか？ほうほう。うわーん、生首に煽られたよー。もう無理、諦めよ。生首に煽られて挫折する男。この長い道の先、何かありそうじゃない？わかるわかる。ゴールの匂いがプンプンし。道間違えるなよー。で、でへへ。こっちから、ゴールの匂いがプンプンしやがるぜ。何ぼながった。ああ。やっぱりこのトイレ怪しくない？下に抜け道があるとか。確かに、こんな数の。ああ。ああ。脱出されちゃったー。嘘だ。嘘に決まってる。二人同時、二人同時か。これで1位と2位を取ることはできなくなったね。悔しい。でもでもでも、まだ3位の座は残ってるから、そこに滑り込んでしまえば大丈夫なのでは？それでいいのかお前は。いいんだボン。もうそれで十分だボン。ボン。個人的な考えとしては、もうこの迷路にゴールはないんじゃないかと思ってるんだよね。へ？迷路にゴールがないってどういうことよ？つまりつまり、スタート地点にゴールを作ったんじゃないだろうかってことよ。ほへぇ？なるほど、スタート地点付近なんて誰も探さないもんね。そうそう、ここにゴールがあったってことだね。常識にとらわれてはいけない、そういうことだったのか。まあ、常識にとらわれすぎてた、僕たちの負けってことだ。あれ？出れないんだけどこれ？ピストンドアの仕組み、理解してる？もちろん理解してるんだけどね。やったー、ゴールだぞー。歓迎の祝い、痛すぎるぜー。というかアベル、今ゴールしてる人たち3人いるから、アベル4位じゃない？へぇ、クラウンさんとグニゴンが同率1位。せ、船長、同時でなのー。というわけで、迷宮からの脱出の結果は、4位、だね。4位か？良くも悪くもないなー。
ってなわけで、次の種目が始まるまで待機だよー。待機だよー。次の種目は建築バトール。簡単なルールを説明するよ。しちゃってしちゃってー。テストの中にお題が入っていて、その中から作るものを選びます。その選ぶお題は早いもの順、以上。以上。つまり、よりいいお題を取った人が、このバトルを制するってわけだね。そういうことだ。それでは、建築バトールやっていきまろう。一級建築士カッコワラの力を、今こそ見せるときよ。見せてやるしかねえなー。いやカッコワラは余計だよ。おう。建築バトルスタートー。アベル、いいお題をいち早く見つけ出すの石川県。はえー、夏の甘酸っぱい青春、いいねー。謝罪、僕謝罪好きだよー。は？いや待って、予想の斜め上どころか真上を行っちゃってるよ。あてね、さっきの迷路でわかったでしょ？この企画、まともじゃない。常識にとらわれないって素敵だねー。私、素敵って言葉大好き。うへぇ？それにしても、どのお題を取ればいいのか全くわからないわね。ハンバーガー、一番まともなんだよなこれ。早くしなきゃアベル、もう選び終わった人出てきてるよ。早すぎない？トウモロコシさん。アベル、時間が刻一刻と過ぎてってるよ。どうするのどうするの？決めたよアテネ、もうあれで行くしかない。なになに？ハンバーガー、お前しかいない。なるほどね、ハンバーガー。簡単そうに見えて、結構難しそうだよねー。そうなんだよー。てか他の人たち作るの早いな。僕も頑張る。そうだよアベル、さっきの迷路でクソみたいな順位だったんだから、この建築バトルではいい成績残さなきゃ。そうだよね。でもクソとか言わなくてもゴニョゴニョ。とりあえず、バンの部分を作っていこうか。バンズのところだね。でも、アベル丸い形とかちゃんと作れるの？任せんしゃい。実は昔、円形作る練習したことあるんだよね。おお、アベルにも役に立つ知識とか存在したんだね。若干煽られてるような感じがする。いや、煽ってるんだよ。煽ってたのか？ハンバーガーで使うブロックは、こんなもんで大丈夫かな？私には何がどの具材なのかさっぱりだけど、頑張れ。とりあえずそれなりに頑張れ。真のハンバーガーってやつをな、見してやるぜ。それにしても、かなりアベルで遅れてるわね。わかる。円形できたよー。うまい？アベルにしてはうまい？あ、中の人違う説。同じだよ。そうやってすぐ疑うのはいけないんだよ。下のバンズの部分はなんとかなるとして、何バーガーにするってのが一番の問題だよね。そう、そこが重大なポイントなんだよねー。個人的には、チーズバーガーあたりを押したいわけなんだよ。ありきたり、そんなのありきたりすぎるよ。え？グランドビッグバーガーあたりでどうよ。何それ？そんなのあるの？アベル、マイクラは想像だよ。要はイメージだよ。難易度高いなー。てなわけで、チーズバーガーにしゅる。へぇ。レタス置いていきーの。レタス置いていきーの。その上にトマトかぶせーの。トマトかぶせーの。そんでもってお肉乗せていきーの。お肉乗せていきーの。そこに葉っぱを乗せまして。葉っぱを乗せまして、葉っぱ乗せちゃうの？バンズかぶせやかーんせーだー。あれ？チーズ入れてなくない？あー。野菜バーガーということでね、完成いたしましたよ。はぁ。そんでクラウンさんはトイレ、非常に汚いですね。非常に汚いね。お題はあれかな？汚れた便器かな？いや、違うと思う。投票タイム。ってなわけでね、気に入った作品に票を入れる時間ですよ。アベル、まさか自分の作品に票を入れたりなんか。してないよ、決してしてないよ。まあしてる人はいたけど。いたのかよ。そしてなんとですね、なんと。なんと？勝利しちゃいましたー。まあね、こんなもんですよ。すごい、すごいじゃないアベル。まさかあのハンバーガーが優勝しちゃうとは。でへ、でへへへへへ。いやー、なんとか成績残せてよかったぜー。確かに、迷路はひどかったけど、優勝しちゃえばこっちのもんだからね。ウースバーガーとか言ってんじゃねーよー。さて、ハンバーガーでも見に行こうかね。そだねそだね、みんなも向かってるみたいだしね。え？何してくれてるのー？燃えてる。あれかな？生焼けのところを焼いてくれてるのかな？なるほどね、みんな優しいんだね。なわけないだろ、生焼けなんてなかったわい。まあまあまあ、これも一つの祝いと受け取ってね。優勝できたんだからいいじゃない。それもそうだね。優勝できたからいっか。ちょろいな、ボソ。ということでね、今回は浜野さんの企画に参加したわけなんだけど、どうだった？なんていうかねー。みんなやりたい放題。確かに、ご迷惑かけてズビバゼンデジだ。けど、すごい楽しかったです。
そうだね、アベルボッチなのにお呼ばれしてよかったね。ボッチって言わないぜ。んじゃまあ、記念にパシャリ。